川が県境の千葉って、島じゃない？千葉県が島なのか、すっきり解説。旅行をしたいぜー。いつにもなくテンション高めね、マリサ。コロナが終わってみんな旅行でウキウキだから、私も旅行な気分なんだぜ。あらら、でも円安の影響で海外旅行は高いわよ。ガーン、じゃあ国内でもいいぜ。例えば石垣島とか、宮古島とか、西表島とか。発想がだいぶ南に偏ってるわね。でも飛行機だと燃料費の高騰と、需要の増加で、航空機代も高いわよ。ガーン、霊夢、私にも行ける手軽でリゾートな島はないのか？あるわよ。どこだ？千葉県よ。え、千葉県は東京都の隣だろ？まさか日本が島だからって、千葉県も島ですなんて言うのか？霊夢、私をからかいすぎだぜ。そんなこと思ってないわ。マリサは島ってどんなものを言うと思う？周りが海で、陸と繋がってなくて、プカプカしているような状態か？そうよね。では千葉県が島かどうか、検証してみましょう。お、楽しみだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは島の定義を見てみましょうか。島にも定義があるんだな。天下のウィキペディア様は、島とは一般的には周囲を海や湖で囲まれた陸地のことを言い、内陸部のものを含む、としているわ。なんだか難しいぜ。マリサの言っていた、周りが海って考えは合っているってことよ。天才だからな。大きさについては、世界で最も小さい大陸の、オーストラリア大陸より小さいものとしているわ。むう？日本はどうなんだ？ここでクイズよ。日本は何番目に大きい島でしょうか？ヒントは、日本で一番大きい島は本州よ。地球儀で見てもオーストラリアと本州じゃ、大きさが全然違うよな。100番目くらい？ブブー、正解は7番目よ。え、意外と大きいんだぜ。そうなのよ。世界で一番大きい島はグリーンランドなんだけど、意外にも本州は世界で7番目に大きな島なのよ。ほほう。それで、千葉県はどうなんだ？この地図を見て、千葉県ってどの県と接しているかわかるかしら？茨城県と埼玉県と東京とか？正解、マリサやるわね。へへへ。そしてよーく見ると、川が流れているじゃない？江戸川と利根川が流れているぜ。千葉県は、陸地と繋がっているかしら？繋がって、いない、すごいぜ、霊夢、大発見じゃないか。誰も気がついていないなんて、明日のネットニュースのトップはこれだな。おほほ。確かに車で千葉県に行くときは、橋を渡るよな。しかも台風や大雪になったとき、鉄道も高速道路も寸断されて、千葉県ってすぐ孤立するよな。って思ってたけど、島なら仕方ないぜ。マリサ、ごめん。え？私、マリサのこと騙したわ。まさか、こんなにあっさり引っかかると思わなくて。実は千葉県は島じゃないのよ。何を言ってるんだ？千葉県は島だぜ。川で陸地と繋がっていないんだから。まさか、霊夢がネットニュースに垂れ込みたいからって、私に嘘をついているのか？マリサ、妄想しすぎよ。とにかく、なぜ川で分断されているはずの千葉県が、島ではないかを、これから解説していくわね。私が納得できるように、頼むぜ。千葉県民でさえ県境は川であると、大半の人が思ってるんだけど、実はそうでないところがいくつかあるのよ。え？どこだ？まず一つ目はここよ。千葉県と茨城県との県境として、利根川が流れているんだけど、少しずれているのがわかるかしら？あったぞ。千葉県が茨城県にちょっとだけ入ってるぜ。そうなのよね。ここは千葉県の出汁の一部なんだけど、こんな場所にあるおかげで、千葉なのに千葉扱いされない、ちょっと不憫なしなのよ。確かに、この飛び出ているところは遠目で見たら茨城県だぜ。野田市は埼玉県と茨城県に挟まれていて、県庁所在地は、埼玉県が一番近いわ。まさかの千葉県じゃないんだな。はっきり言って、千葉を捨てて、埼玉県民になりたいと思っているのよね。ちょっと言い過ぎだぜ。裏では春日部市の植民地って噂も、あ、これは内緒なんだった。霊夢、春日部防衛隊が来ちゃうだろ。実際に千葉でも茨城でもなく、埼玉県の学校に通っている学生も多いのよ。生活圏が埼玉県なんだな。その証拠に、大和運輸で関東地区を南と北に分割した時に、野田市は北関東に分類されたわ。南関東にも入れなくなったのか。ちょっとかわいそうだな。前に紹介した埼玉 VS 千葉の動画では、埼玉と千葉、どっちが関東第3位なのか、バチバチにバトルしてるから、ぜひ見てほしいわ。コメントでも千葉派と埼玉派の、派閥ができていたな。野田市民もどっちの県を選ぶかを、動画を見て決めてほしいぜ。でも野田市にも誇れるものがあって、それが醤油なのよ。お、いいじゃないか。キッコーマンの本社があって、社名がキッコーマンになる前は、野田醤油だったという、素晴らしいプライドがあるのよ。確かに、キッコーマンを知らない日本人はいないよな。1975年に野田市に移管されるまで、キッコーマンが醤油作りで余った水を、
野田市民に50年以上も提供していたのよ。え？どういうことだ？野田市の水道を運営していたのは、キッコーマンだったのよ。ひえー。しかも、醤油やその原料を運搬するのに鉄道も必要だったから、1944年に東武鉄道に譲渡するまでの20年間、船橋から大宮の間を、キッコーマン鉄道が走っていたのよ。ひえー。さらに、病院も運営していて、院長から看護師まで全員キッコーマンの社員の、キッコーマン総合病院が今でもあるのよ。待ってくれ。野田市というか、キッコーマン王国じゃないか。おほほ。さらに千葉県は醤油だけじゃなくて、枝豆の生産にも力を入れていて、千葉県を枝豆の町にしようと思って。黙れ枝豆。あ、ごめん。霊夢に行ったわけじゃないんだぜ。じゃあ誰に行ったのよ。そんなこんなで、野田市は県境も微妙ながら、立ち位置も微妙に孤立しているしなのよ。野田市の視聴者さんに、失礼すぎるぜ。他にもこんな風に、飛び地になっている箇所がいくつかあるのよ。例えばこの千葉県我孫子市のところね。この地図を見て、今度は茨城県が、千葉県に入っているように見えるぜ。ここは茨城県の取手市というところで、利根川を今の流れのようにするための、河川の改修工事が原因で、飛び地となってしまった場所なの。この飛び地に住んでいる取手市の方たちは、千葉県民として生きているのか？一応利根川を渡るための大堀の渡しという、取手市営の渡し船があって、茨城県民として生きる方法も残されているわ。渡し船で行き来するって、令和な時代に昭和すぎるぜ。おほほ。バスもあるみたいよ。次にここを見て。あれ？ここも県境が利根川に沿っていないぜ。そうなのよ。ここは利根川が県境にはなっていなくて、茨城県と陸地で繋がっているわ。ああ。明日のネットニュースのトップが。そんなに落ち込まないで、マリサ。この千葉県香取市という場所は、千葉県の中でも有名スポットなのよ。どんなところがだ？この千葉県香取市の中でも、佐原という地域は日本三大小江戸とも呼ばれていて、ここで毎年開かれる祭りは、関東三大出し祭りの一つとも言われているわ。なんだか楽しそうだな。佐原の川沿いの街並みは、国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定されていて、江戸の歴史を感じながら、祭りで練り歩く出しを楽しんだりできるのよ。めちゃくちゃ風情があるぜ。水郷佐原のあやめパークやハス祭りの時に、園内の水路を竿を使って運行する、サッパ船に乗ることもできるわ。テレビの時代劇で見たことあるやつだな。他にも東国三社の一つ香取神宮があって、春に開かれる佐原の桜祭りでは、ソメイヨシノ大島桜山桜を中心に、約700本の桜が植えてあって、表参道の桜のトンネルだけでなく、川沿いに咲き誇る桜が見事なのよ。桜と川の組み合わせって最高だよな。それで、霊夢さん、花といえば、え？やっぱり美味しいものではないでしょうか。マリサったら、花より団子よね。千葉県といえば落花生が有名だけど、千葉県の中の特に香取市では、さつまいもの産地として有名よ。おお、さつまいもか、焼き芋にスイートポテト、ジュルリ。栗本だけで生産されている紅小町は、ホクホクとして甘く、大学芋にするには、一番美味しいとされる品種で、さつまいもの女王と呼ばれているわ。聞いてるだけでよだれが出てくるぜ。食べたい、食べたいぜ。食べれるわよ。どこに行けばいいんだ？栗本のふるさと芋祭りに行けば、2.4 トン分の焼き芋が無料で提供されるのよ。なんだって、1トンくらいは食べられるかな。マリサ、1キロだって難しいと思うわよ。不可思議の提供も1トンほどあるから、毎年11月頃に、スケジュールを開けておかないとね。ああ、なんて素敵なお祭りなんだ。佐原の街並みやお祭りへの興味が深まったら、他にも楽しめるところがあるわ。どこなんだ？千葉県立房総の村では、房総の伝統技術や生活様式を、体験できるようになっているわ。ほうほう。例えばどんなことができるんだ？蕎麦打ち、わら細工、太巻き寿司作りを含む、400種類ほどの体験や実演展示があるの。美味しい体験ってことだな。他に子連れだと昔の遊びを教えてもらえたりと、タイムスリップしたような感覚になれるのに、なんと大人の入館料は300円よ。安いぜ。ちょっと知名度が低くて、千葉県民以外に知られていないのが、もったいないポイントなのよね。確かにもったいないな。他にも千葉県内で発掘された土器などの遺跡や、ナウマン像の骨格模型などもあるわよ。いろいろあって面白そうだぜ。マリサ、ここまで聞いて、千葉県が島ではないってことが、わかってもらえたかしら？千葉が陸地で繋がっていることは、わかったぜ。でも、島に行きたいんだよ。仕方がないわね。それじゃあ千葉にある島をおすすめするわ。え？千葉に島があるのか？あるわよ。それじゃあマリサにクイズだけど、日本にはいくつの島があると思う？20個くらいか？ブブー、正解は14,125 よ。そんなにあるのか？日本の数え方だから海外とはちょっと異なるかもしれないけど、そうなるわ。
だから島に旅行したいと思ったら、選択肢はたくさんあるってことよ。なるほどな。千葉県のおすすめ島一つ目は、沖ノ島よ。うん？なんか聞いたことがあるような。沖ノ島って名前の島は、日本にいっぱいあるのよ。沖ノ鳥島や沖ノ島など、似た名前の島もあるわね。めちゃくちゃややこしいぜ。千葉県の沖ノ島は館山市が所有していて、1923年に起きた関東大震災の隆起で、離れていた沖ノ島と陸地続きになったため、歩いて行ける無人島として人気なのよ。キラーン。夏には沖ノ島海水浴場が大人気だし、ダイビングも釣りもできるし、洞窟があったり、小さい森では普段見られない虫や花があったりと、手軽に島体験ができちゃうわよ。面白そうだぜ。最近では出会いの神様と言われる、宇賀大明神社に行く人も多いみたいよ。出会い？誰と出会うんだ？それは、もう、聞かないでよ。あいたたたた。他にも千葉県には、浮島神社のある浮島があるわ。浮島も行けるのか？以前までは年に一回、島渡しという行事で行くことができたんだけど、今は山道が崩れて、上陸ができなくなってしまったの。それは残念だぜ。もともと浮島神社には、大和たけるの御事の御霊が祀られていて、今は勝山神社に御霊を移したんだけど、この行事の日だけ、浮島神社に御霊を戻すという、儀式が行われるのよ。ほうほう。ちなみに、あの助けてください、栃葉の中心で愛を叫んだドラマに、夢島として出演したのもこの浮島よ。あれって、千葉の中心だったのか？細かいことは置いておいて、お次は仁右衛門島よ。仁右衛門島は千葉県では最も大きい島で、有人島なのよ。変わった名前の島だな。仁右衛門島は、平野仁右衛門さんの所有だから仁右衛門島というのよ。島を所有できるなんて、羨ましいぜ。とても歴史のある島で源頼朝や、日蓮の伝説のある島なのよ。そんなに古いのか？平野さんは一体おいくつなんだ？もしかして島に住むと、不老不死になるのか？いい質問ね。実は代々当主は、平野仁右衛門を名乗っているの。ほうほう。千葉県鴨川市にある太見漁港から、手漕ぎの渡し船で5分で到着するわ。なんともノスタルジックだぜ。こちらも釣りができたり、水遊びができたりと、派手さはないけど、楽しめる島よ。最後に紹介するのは弁天島ね。ここは厳島神社と、上級者釣り人の、集会スポットなのよ。なんで上級者なんだ？カンパチなどの大物が釣れるだけでなく、弁天島の岩肌と悪戦苦闘しながらも、釣りを楽しめる人しか来ないからよ。なるほどな。でも弁天島には頑丈な橋がかかっているから、気軽な気持ちで行けるのが良いわ。千葉だけでこんなに楽しめる島があるなんて、知らなかったぜ。うっふ。楽しんでもらえてよかったわ。それに、千葉県が島じゃないっていうのも、全くそうとも言い切れないのよね。どういうことだ？それじゃあ歴史のお話をするわね。霊夢、わかりやすく頼むぜ。マリサは地球が一番暖かかった時はいつか、知っているかしら？今じゃないか？毎年最高気温を更新しているような気がするぜ。体感的にはそうかもしれないわね。でも実は、今から6000年ほど前に関心性の気候最温暖期という時期があって、海面も数メートル今よりも高かったし、北極付近の気温は4度以上高かったとされているわ。それじゃあ北極の氷が溶けるじゃないか。そうよ。そのために海水準が上がったことを、縄文海進と呼んでいて、今よりも海面が3から5メートル高く、気温は年平均で現在より1から2度高かったとされているわ。昔の方が今より暑かったなんて、信じられないぜ。この図を見てほしいんだけど、これは1926年の時点の関東平野に、縄文海進があったとされる位置を貝塚などから推測したものを斜線で表しているんだけど、千葉県は単独の島に近かったかもしれないと、見て取れるわ。ほう、なるほどな。そして縄文海進のピーク時には、陸に海が入り込んで、大規模な内海が形成されたんだけど、その一つとして香取海が挙げられるわ。うん？地図にはないけど、どこだ？香取市の香取神宮の、目の前あたりだったのよ。でもこの香取海のおかげで縄文時代から、水上交通が盛んだったと言われているわ。さっきも出てきた大和たけるの御事が統制する際も、香取海を渡ったという記述があるの。その、さっきからちょいちょい出てくる、大和さんってどなたですか？大和たけるの御事は、簡単に言うと皇族で、英雄的存在よ。ほうほう。そして千葉の香取神宮と、茨城の鹿島神宮は、香取海の入り口の対岸にあって、香取神宮に宿る普通主の神がとても男らしい神であることから、将運や外交運、武運などのご利益があるとされているわ。神様によって、性格や人柄が違うんだな。ちなみに、平安時代から近代にかけて、神宮と着く場所は伊勢神宮、鹿島神宮、香取神宮だけなのよ。由緒ある感じだぜ。でも今は香取海ってないよな？なんでだ？それは江戸時代に徳川家康が始めた、利根川東遷事業が理由なの。
事業が始まるまで利根川は、東京湾に注いでいたんだけど、江戸の町づくり推進のために、利根川の流れを鬼怒川や渡良瀬川につなげて、香取海を通して太平洋に流すという大工事を、1594年から1654年まで続けたのよ。60年もかかったのか。実際は細かい工事が続いていたから、もっとかかったとされているわ。このおかげで関東平野全体としては、水田が開かれて穀倉地帯として発展をしたし、江戸が浸水する被害が激減したの。徳川家康って、ウグイスを待ってるだけかと思ったけど、やるときはやるんだぜ。え？ウグイス？それって、ホトトギスじゃない。あ、でも川の流れを変えたら、なんで香取海がなくなるんだ？利根川を流れてくる土砂が堆積して、浅間山の噴火による火山泥の堆積もあって、香取海は次第に、小さくなっていったとされているわ。でも、利根川東遷事業はいいことばかりではないのよ。そうなのか？江戸にとっては良かったけど、千葉県にとっては、利根川下流の水害が増えてしまったの。なるほどな。この利根川下流の水害については、現在も対策を続けていて、何年もかけて堤防を強化してきたのよ。不安のまま住むのは辛いよな。記憶に新しい2019年10月に、関東を襲った台風19号が、堤防の耐えられるギリギリのところまで、水位が上昇したのよ。何度も強化を重ねてきた堤防だったけど、それでも最悪の場合、決壊していたかもしれないと言われているわ。あの時は怖かったぜ。関東だけでなく、長野県や福島県でも大きな被害となったわよね。なあ霊夢、もしも海の水が増えすぎたらどうなるんだ？というと、世界の温暖化が進んで、海面が上昇したら、どうなるんだ？いい質問ね。もしも日本周辺の海面が上昇したらどうなるのか、考えてみましょう。ざっくり言ってしまうけど、海面が15メートルくらい上昇すると、千葉県は孤島になります。ええ、そんなはっきり言っちゃうのか。でも確かに海面が15メートルも上がったら、泳げない私は溺れてしまうぜ。それは海面と関係ないわね。この図を見てほしいわ。フラットマックスで、海面上昇を予測した地図なんだけど、海面13メートル上昇がこれよ。千葉が本州から切り離されそうだぜ。そして海面20メートル上昇が、これよ。うわ、孤島だ。今度はこの画像を見てほしいんだけど、2050年までの何の対策もせずに、今と同じペースで海面上昇が進んだ場合に、高潮で浸水する箇所が赤くなっているわ。利根川がやばいんだぜ。関東の東京、茨城、埼玉も、かなり内側まで水が流れ込んでいるわよね。もちろんこれは予想に過ぎないけど、いつか本当に千葉が島になる日も、来るかもしれないわ。確かにそうだな。前に紹介した2100年の天気予報では、未来の地球がどうなっているか解説していて、なかなか厳しい予想だから、興味がある人はぜひ見てほしいわ。あの動画から、私のトイレの電気の消し忘れが減ったんだぜ。マリサ、偉いわね。へへへ。マリサ、千葉が島かもしれないって話から、千葉や千葉の歴史について触れてみたけど、どうだった？今は千葉が島じゃないって分かって、ちょっと残念な気もするけど、昔は島だったとか、今後は島になるかもしれないとか聞いて、未来では千葉って繋がってたらしいよって誰かが話しているかもなって思うと、面白いなって思ったぜ。そうね。未来の地球では新しい国ができたり、国がなくなったりしているかもしれないわね。千葉にも島があるって分かったから、今度釣りが好きな近所のおじさんを誘って、一緒に釣りに行こうと思うぜ。マリサのコミュ力、さすがだわ。視聴者さんは、千葉県は今後どうなると思うかしら？視聴者さんの好きな島も、教えてくれたら嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。